アントン・ルビンシテインとニコライ・ルビンシテイン1880年代のサンクト・ペテルブルクロシア音楽協会弦学始終相談。レオポルト・アウアー、ヨハン・ピッケル、ヒエロニムス・バイクマン、アレクサンドル・ベルジビロビチロシア音楽協会は19世紀にロシア帝国で設立された音楽組織。ロシアの専門的な音楽文化発展の基礎を築いた。しばしば、元略記される。 1859年、アントン・ルビンシュテインの主導により、ロシアの専門的音楽教育と、音楽趣味の発展、向上、音楽的才能の育成などを目的として、サンクトペテルブルクに設立された。その基盤となったのは、1840年設立のサンクトペテルブルク公共楽協会である。ロシア音楽協会は、公共学や、 室内学の定期演奏会を組織するとともに、1862年には、それまで存在した音楽教室を統合、補強した教育機関として、サンクトペテルブルク音楽院を設立した。ルビンシテインは、音楽協会の芸術監督及び音楽院の校長を務めた。1860年には、アントンの弟、ニコライ・ルビンシテインにより、 モスクワロシア音楽協会が設立され、1866年にはニコライを校長としてモスクワ音楽院が開校する。アントンとニコライのルビンシュテイン兄弟はライバル関係にあり、サンクトペテルブルクとモスクワの音楽協会は当初は別々に運営されたが、後に他の都市にも同組織ができるとこれらを合わせて支部となった。なお、ロシアを代表する作曲家、 ピョートル・チャイコフスキーは、サンクト・ペテルブルク音楽院の第一期生であり、モスクワ音楽院の設立当初から作曲を教え、セルゲー・タネ・エフラを育てた。アントン・ルビンシテインは、ロシア音楽のディレッタンティズムを批判し、自分が受けたドイツの音楽教育をモデルとして、サンクト・ペテルブルク音楽院のカリキュラムを編成したため、アレクサンドル・セローフや、 ミリー・バラキレフら独学の作曲家たちの激しい反発を浴びた。特にバラキレフはルビンシュテインのコスモポリタニズムに対抗し、力強い一団や無料音楽学校を組織してロシア国民学派を形成。これらは19世紀後半のロシア音楽の流れを二分する潮流となった。また、ロシア音楽協会や音楽院の運営は支援者であったロシア大公費。 エレナ・パブロブナを中心とする提出の影響力に依存し、カリキュラム編成などに関して、しばしば制限や介入を受けた。1867年に、アントン・ルビンシテインが、音楽協会と音楽院の職を辞して、ロシアを去った後、バラキレフが、音楽協会の指揮者となるが、大公費、エレナ・パブロブナと衝突して1869年に、辞任に追い込まれる。その後、 進歩的な音楽に理解のあるミハイル・アザンチェフスキーが各組織を統率するようになってからは音楽協会の運営基盤が改善されていった。1869年にはエドワルド・ナープラブニークが公共学演奏会の指揮者に就任し、モデスト・ムソルグスキーやニコライ・リムスキー・コルサコフラ、力強い一団の作曲家の作品をプログラムに加え、 高水準な演奏を提供した。リムスキー・コルサコフは1871年にサンクトペテルブルク音楽院の作曲家教授に抜擢された。1873年に大公費エレナ・パブロブナが没すると音楽協会は正式に国家財政による運営となった。ありがとうございます。